高賀三郎ニュルンベルクの名画、1. ニュルンベルクの古城内で有名なさまざまな拷問道具を見物して少し憂鬱になった松坂鶴介は城外に出るとわざと泥漱けに乗らないでベデガー案内所の地図を頼りに市中の方へ歩いて行った。 もう午後の1時過ぎだったので彼は適当なレストランとを見つけて昼食をとるつもりだった日本ならば陽春4月という時をここでは空は毎日のように一面の灰色の密雲に覆われて陰鬱な街を一層陰鬱にしていたニュールンベルクはベルリンの南急行列車で10時間行程にあたり ミュンヘンの少し手前にある南ドイツ有数の都会で人口33万と称するのだが中世紀都市の姿をそのまま残し伝えていること他に比類なしと言われているだけにすこぶる古めかしい町で周囲には高い灰色の城壁を巡らし城門には傾きかかった円形の塔がそびえ不規則な多角形をした古色騒然とした建物の間には でこぼこした石を一面に敷き詰めた苔の生えたような道がうねっていたさて松坂はこのフレムデにとってあまりに不規則な古代都市の道路をおぼつかなくも地図を頼りに進んでいったのだが道はある時は広くある時は狭くまたどうかすると先の方が急に広くなって行き止まりの袋工事になったりしたそんなところでまごまごしていると 汚い青物の籠を腕に抱えた意地の悪そうな老婆にジロジロにらまれて冷や汗をかきながら慌てて元の道に引き返したりしなければならなかったそのうちに彼は狭苦しい横丁の突き当たりとも通り抜けられるともつかないところに軒の傾いた古いうちにも特別に古い家があってその2階の壁にその半ば以上を占領する 大きな広告板が掲げてあるのが目についたそれは別に絵はなくただ文字だけだったが読んでみると数世紀間連綿として続いているレストランとで世に有名なものであると誇らしげに書かれていたのだったちょうど昼食をしたいと思っていたところだったので彼は何時なしにドアに手をかけたが ドアに手をかけた瞬間に彼はすっかり後悔してしまったもしこの料理店が誇り得るべき何かを持っているとしたらそれは数百年という古さだけだった中は陰気臭いドマでたかだか45人の人が肩を並べ得るくらいの広さだったしテーブルの板は半分は腐っているようで椅子もまた テーブルに対して恥ずかしくないだけの年代を経たものらしく、すべての事情が彼を躊躇させるようにできていた。もしこれが夜だったか、他に客でもいたかしたら、彼はそのまま立ち去ったかもしれなかったが、昼まであることが彼を勇気づけたし、好ましくない愛客のいないことが彼に安心を与え、それにこうした古い店では、 案しゃれたものを食わせるかもしれないという好奇心も手伝って彼は思い切って中へ入ったのだったしかし彼はすぐに後悔した期待した料理はごくありふれたものでしかも大してうまくもなかったしそれに彼が椅子に腰を下ろすと間もなく風邸のあまり良くない客が2人入ってきてすこぶる無遠慮に振る舞い出したので 彼はすっっっっかり不愉快になってしまったのだった。のだドイツ人の癖として昼飯にもめいめいビールのコップを控えてちびちびやりながら悠々ゆうゆうと食事をとるのが例で松坂もいつもは喜んでその例に習うのだったが今日ばかりはすっかり並行して一刻も早くこの家を出たいと急いでコップのビールを飲み干しながら見るともなく窓の外を見た。 そこは小さい広場になっていてつまり日本でいえば長屋の共同干し場といったようなところだったがその広場を越えて向こうのこの料理店と比較して決して年代の新しくないと思われるところの崩れかかったような家の窓際に何かに屈託したようなふうに青白い栄養不良な顔をした少女がぼつねんと座っていた。しかし、か 松坂の目を引いたのはその少女ではなかった少女の肩越しに見える部屋の突き当たりの壁にかかっているところのすすけた古い油絵の額が彼の目についたのだった松坂は日本を出てから3年ドイツに来てからは2年ほどになっていた一体彼がどうして陽光を思い立ったかというと 彼は父の残していった多くの事業を継承して経営していくということがわずらわしくてたまらなかったので彼はそれらの事業をそれぞれ人手に任してしまって別に何の目的もなかったが逃げるようにして外国にやってきたのだった彼は外国に来てほっと息をついた初めて安住するところが見つかったと思った ここでは何をするにしても孤国のように周囲の人にいちいち気兼ねをする必要がなく思う存分自由に気ままに拘束されない真の生活ができるような気がした彼は彼の父の意志に従って放火を出たけれども彼は元来そんなことは嫌いで文学的な方面が好きでいわば一個の芸術愛好者だったで 父親が知るとすぐにに好きな道に走り、事業の方は他人任せでこうして外国に留学に出て言葉がいくらかできる関係からドイツに落ち着いたのだったが当初文学を研究しようと志していた彼の考えはいつか絵画の方に変わっていたと言ってもあくまで芸術愛好家である彼は単に鑑賞家であるにとどまって 自ら書こうというものではなかったまたその鑑賞にしてもごく素人的で組織だった学問を収めようとはしなかったそんなわけで彼の絵画に関する鑑賞力はすこぶる怪しいものだった彼は日本にいた時は絵画ことに洋画にははらはら冷たんで展覧会などでも洋画は素通りしてしまうくらいだった ところが外国へ来て方々の美術館で古来の名画といわれているものを見ると考えがガラリと変わった日本人の洋画は欧米のどの国に出しても少しも恥ずかしくないものだそうではあるがやはり絵そのものが西洋のもので日本人にしっくりしないどこかに隙があるように思えるところが 西西洋洋の土をを踏んで西洋画を見るとそれが西洋人の筆になろうとも日本人の描いたものであろうともなんとなく迫ってくるものがあるように思えるのだったことにそれが名画として何人からも許されているものであればあるだけ一層頭が下がるような気がした彼は金と暇に焼かせて諸国の美術館を歴訪して 古典的名画をむさぼるように鑑賞した彼には未だ現代の絵画を見る力と余裕がなかったそれはちょうど演劇というものに初めて接する人がまず歌舞伎劇の良さに陶酔するようなもので松坂はただわけもなく古名画に引きつけられるのだったそのうちに彼は名画を所有したいという欲望を起こすようになった といいってても著名名なな美術館にに鎮されているる画がが手に入るわけがない彼はそれらの模写で我慢をしなければならなかった一口に模写といっても後世の名工が写したものもあるし中には原画に劣らぬ成果を持っているものもあるくらいでそれらのものを集めるために彼は少なからぬ金を投じた彼はまた一方では 埋もれた名画をあさり歩く趣味を覚えたずっと新しい話ではあるが有名なレミーの絵さえ名もない百姓家の物置に放り込まれていたことがあるくらいであるから松坂の探し出したうちにもまれには逸品があることもないではなかったので彼はますます乗り気になって買い求めて今では彼のコレクションも相当の数に達しどこへ出しても恥ずかしくない名品も は混じっっていたたのだったこういうありさまだったから今彼がニュールンベルクの料理店の窓からリ家の貧しそうな家にかかっている古ぼけた油絵に目を光らしたのも決して不思議ではなかったいや不思議どころではない今度の彼の旅行は全くこうした目的のためだったので現に彼はミュンヘンでかなり多くの子がを買ったので ニュルルンベルクは人も知る一代の巨匠アルブレヒト・ジューラーが15世紀から16世紀にかけてはるかにイタリー文芸復興期の名称ときっ抗してくだらずドイツ画壇にさん然として好奇を放っていたところであり彼の画塾に集まる者も甚だ多かったから現在ではジューラーの作はほとんど散逸してウィーンミュンヘンベルリンの美術館に収められて かえってニュールンベルクにはあまり見られないありさまだけれども何かしら掘り出し物があるに違いないと確信していた矢先だったので図らずも古い家を見つけた彼はもう有頂天になっていたのだった松坂は早々に払いを済ますとすぐに裏に回って青白い顔をした少女の家を叩いて古い油絵を見せてくれるように頼んだ少女と入れ替わりに 少女の母ららしししい、見積もらしいいもりをしているが、どこか気品のある女が出てきて気厳そうに松坂の顔を見たがこうした交渉には彼はだいぶ慣れていたので彼は間もなく彼女に取り入ってどうやら油絵を見せてもらえることになった油絵を一目見ると彼はもうすっかり惚れ込んでしまった絵は 一度洗ってみなければ何が書かれているのかわからぬほど汚れて頑丈な額縁も真っ黒にすすけていたがどうやら四首との一人が描かれているらしく筆色もジューラーかよほどジューラーに近い画家のもののように思えるのだった私は日本人でこういう古い絵に深い趣味を持っているものだがこの絵を譲ってもらえないだろうか。 松坂は主婦に向かって単刀直入に切り出して彼女にとってはかなり莫大な金額を提供したこれは先祖から伝わっているものだ主婦はちょっと当惑したような顔をしたが結局金の誘惑には勝たなかったでもなあこの絵も好きな人の手に入って大切にしてもらったら幸せじゃわなみっつん 彼女は青白い顔をした少女を振り向きながら優しく呼びかけたが急に早口になって彼女が早く夫に死別したこと長男と次男とを戦争のために死なしたこと戦後の革命騒ぎですっかり無一文になってしまったことなどを涙まじりに松坂に訴え始めた彼女はつまりそうした哀れな話によって 先祖伝来のものを異国人に売り渡すということについて彼女の両親を欺こうとしているのにそういなかった松坂はいいかげんに彼女をあしらいながらとうとう彼のつけた根でその古ぼけた絵を買い取ることに成功した絵がいよいよ運び出されようとしている時に主婦は絵の前にひざまずいて熱心に何事かを祈り出した しかし松坂から金を受け取った時にはさすがに喜びの色が顔にあふれていた松坂も嬉しさをかみ殺しながら荷造りされた絵をベルリンの彼の下宿に送り届けさせるべく町の運送屋を指図した彼はこの時に後年この絵のために日本で奇妙な事件を引き起こそうなどとは無論 夢にも考えていなかったその夜彼はニュールンベルクの一室で今日の思わぬ収穫を喜びながら快い眠りについていた、2. 南ドイツの旅行を終えてベルリンに帰ると間もなく松坂は故国に帰らねばならない 余儀ない事情に包着した自由の天地から再びせせこましい拘束されたところに帰るのは甚ははだ気が進まず日本のことというと思い出されるのは不愉快なことばかりであったがそういつまでも気ままを言うわけにもいかないので彼はひとまず記帳することとして長い間に集めた絵画を持ち帰るべく荷造りを始めた。その中には 無論ニュルルンベルクで手に入れたた。例の古画があった彼はその絵をベルリンに持って帰るとすぐ専門家に表したが予期したような署名が現れなかったので23の知人の画家に見せたところジューラーの筆だというものもあればむしろジューラーの詩ミカエル・ウォールゲームートだというものもありジューラー門下の一足が書いたものだろうというものもあり筆者は一定しなかったが。 いずれももジューラーラののの時代のものであり、出力有形どこへ出しても恥ずかしくない名画だということに一致したので松坂はこの絵をニュールンベルクの名画と名付けて最も愛憎するものの一つに加えていたのだった長い航海の後に古国の姿が見えるようになるとさすがに松坂の胸はときめいていた 3年ぶりで彼を迎えてくれる近親や親しい友人の顔が急に懐かしく思い出されて帰ってきてよかったというふうにほっと息をついた日本を不愉快とのみ思っていたのは彼の感傷的な誇張だったのでやはり日本人だったということがしみじみと考えられた日本にもきっと何かいいことが待ち受けているにそういないというふうに思われた しかし古国の土に足をかけた第一歩で彼の幻影はやめられてしまったそれは思わざる税管理の無理解だった彼らは写真品という名目のもとに彼の携えてきた絵画に対して到底支払えないような効率な税金を課したのだった3年間で欧米の気風にすっかり浸水していた松坂は 抱きすべき一勝利の官僚ぶりにカッとなって言い争ったけれどもいかんともしがたかった彼は結局せっかくのコレクションを送り返すより道はなかった彼は相席に絶えない死後の絵画に対しその中にはニュールンベルクの名画も入っていたふんぬに燃えながら税管理の要求するだけの税金を支払って痛感し残余は そのまま保税倉庫に留めておいたところが上陸第一歩に不愉快な目に遭った彼はそれから後ことごとに不愉快を重ねていかなければならなかった彼が呼び返された理由の一つは関係事業会社が近来の人身な不景気のために経営が困難となってきたので時の政府の救済を仰がねばならずそのためには 当主たる彼が中心となって養老の大官の意を迎えなければならないということだったので彼は貴重後たびたび盛大な宴を張って好位高官の人を招待してご機嫌を取らなければならなかったそうしたことも彼には実に不愉快だった貴重後間もなく彼はやはりそうした政略的な意味で彼の邸宅へ 政治家としてのみならず財界にも隠前大勢力を持っている某公爵を招待した宴後彼は広間で公爵に彼の収集の一部分である欧米の子がを見せたこの時には彼は老公爵の機嫌を取って自分の事業を救おうなどという利己的な考えは一切忘れてしまって収集家が その愛蔵品を他人に示す時に覚えるところの真に心からの喜びを持って一つ一つの絵の来歴を説明した老公爵はひどくニュールンベルクの名画が気に入ったようだった彼は老眼鏡を手に持ち添えてなめるように絵のそばによって鑑賞しながらしきりに激昇した当時の習慣によるとこの「 ならびに正界の巨頭である牢紅に称賛された品は何品によらず彼に献上しなければならなかったそうしたことが老公の意を迎えるのに最も有効だったので牢紅を招待した実業家は何品かが老公の目に触れることを願い牢紅の称賛を博するような品があると大いに喜んだものであったで 松坂もニュールンベルクの名画を牢口に剣じなければならなかったせっかく掘り出して虎の子のように秘蔵していたものをむざむざ人手に渡すのは甚ははだ惜しかったけれども相手が老口爵であるしまた老口爵によってアーマで激称せられたことも松坂にとってはうれしかったことなので彼は卑しい利己的な政策を離れて むししろ喜んで老に献上を申し出たた。のだっこうは無論機嫌よく彼の申し出を受け入れたところでこのニュールンベルクの名画がこのまま無事に牢光爵の手に収まればこの物語もこれ以上に発展をせず終結を告げたかもしれないがここで一つの返事が起こったので むしろこれを発端として事件は意外な方面に展開したのだったというのは牢獄を招待した日の翌日ニュールンベルクの名画を甲の屋敷に届けようとすると驚いたことには一夜のうちに名画は消失してしまって影も形もなくなっていたのだった絵を収めた広間の戸締まりは そのままちゃんと鍵がかかっていたのみならず他にあった二三の絵は無事でただニュールンベルクの名画だけが紛失したという不思議極まることだった松坂邸は上を下への大騒ぎになった鶴助はニュールンベルクの名画が紛失したと聞くと彼の合図を置くあたまなかったものでありかつ 牢獄に献上すべく約束した品であるので非常に驚いて直ちに艇内をくまなく探させるとともに警察署に捜索を依頼した上著名な私立探偵局23にも特に調査を命じた今まで書く機会がなかったがニュールンベルクの名画は10号台のものでそれに幅の広い頑丈な縁がついていたから畳1枚の半分の大きさは優にあった 既に述べた通り、絵は洋館の広間の一室に置いてあって厳重に戸締まりがしてあったし屋敷の周囲には高い塀が巡らしてあったからこれだけの大きさのものをやすやすと運び出すことは到底できることではなかったそれに広間はもとより他にもこれといって戸締まりの破壊された箇所もなかったので結局内部のものの処理かまたは 内部に作していいるるものがあるという見込みだった一方では額縁を取り壊して中の絵だけ盗み出したのではないかという考えで邸内の捜索が行われたがさしも広い邸内に縁らしい切れ端一つ落ちていなかったついでに当時松坂家にいた人々を挙げるとまず当主の鶴助それから先代以来忠実に勤めている 頑固一徹な老羊事粕谷重作そのせがれの重松園庭の米田虎吉その他に書生二人女中五人で執事のせがれの重松というのは鶴助より二つ三つ年下で千年大学を卒業したのであるが重作が女房に死なれてからはずっと松坂家に住み込んでいたので重松も父と共に邸内に帰居して。 学校卒業後も鶴助のいない間の留守番方々父を助けて家事を見ているのだった園庭の米田は庭内の一隅に建てられた小さい家に置き伏しをしていたこれらの人々は無論厳重に調べられたが少しも有力な手がかりも見いだされず名画はまるで空気中にでも発散したように消えうせてしまったのだった。 こうして23日うやむやのうちに過ごしていると奇怪なうわさが立ち始めたそれは松坂が名画をいったんに贈呈する約束はしたものの急に惜しくなって彼自身の手でどこかに隠して盗まれたように言いふらしたのだというのだった部屋の戸締まりもそのままに名画が消失したというような事情から犯人が 内部のものもでなければならぬというのでこの説は相当うがった想像だったうがった想像だけに松坂は覚悟した帰国早々税管理との不愉快な接衝をして以来ことごとに不愉快を重ねた松坂の不機嫌はその絶頂に達して一刻も早くこの不愉快から免れたいと念じたがただイライラするばかりで名画の行方は 依然として不明だった。3ニュールンベルクの名画が紛失してから3日目の晩松坂は眠られないままに書斎の椅子にぼんやりしながら腰を下ろしていた窓の外は濃い闇だったが空には一面に8月の星がキラキラと美しく輝いていた 夜の更けた割に冷えずそよとも風の吹かない蒸し暑い晩だった松坂の頭には太陽時代の楽しい追憶が浮かび出てきたかと思うとすぐそれは現在の苦々ががしい事件を思い出すことによってぶち壊された彼はその対策について考慮を巡らしたが彼の頭にはまた間もなく ニュールンベルクで絵を買い取った時の光景などがぼう然浮かび出すのだった彼は幾度となくため息をつき眉毛を寄せて苦悩の表情をしたと静かにドアをたたく音がして執事の粕谷重作老人がおずおずと入ってきたえー、お腹立ちでは恐れ入りますがこんばんは。 りりてて。申ししげたいがござりまして彼は一気にこれだけのことを言うと気づかわしそうに松坂の顔を見上げたさすがに頑固一達の彼もこの23日名画の紛失という重大事件に突き当たって一方では主人の不機嫌を一身に引き受けるし一方では警察や私立探偵や新聞記者からうるさい尋問を浴びせかけられながら 内の創作やそれからそれへと戦議をしなければならないので心身ともに疲れ果てているというふうだったしかし今晩は何事かよほど決心をしたと見えてそうした疲れの中にもきっとした態度を示して松坂を見上げた中には一種異様な光があった何だね改まって。松坂は、 けげんそうに老羊の顔を見た父の残傷時代から家にいて子どものうちには彼の一括を食って縮み上がったことさえある松坂は父の死んだあとには特に彼に対して親しみを増し一方では幾分気兼ねをしていたくらいだったので彼の国ごとなどは聞きたくなかったが一概に羽ねつけもならずこう聞き返した。 お腹立ちになりますと恐縮いたしますので、どうかぜひお腹立ちなくお聞きをあい願いたいのでございますが、彼はくどくどと同じようなことを言った。あらなんか立てやしない。松坂は怒鳴った。早く言っておしまい。はあ。出次はひどく恐縮しながら。 それでは、申し上げまするが、御前様にはニュールンベルグの名画とか申しますのをもはやお取り出しになりまして公爵様の方へお使わしになりましてはいかがでござりましょうかはい何だって松坂には、飲み込めなかった。御前様がどちらかへ王様になりました 例の絵でござりまするがおたまり老羊が何を言っているのかが分かると松坂は真っ赤になったお前はわしがあの絵を隠しているとでも言うのかああ、はい春日老人はうろうろしながらそそのお腹立ちはまことにはや ぜひもなき儀でござりまするが絵は確かにせいや御前様がいずれかえおしまい休まさればバカな松坂はあまりのことに口もきけなかった信頼しきっている長年中金を尽くしてくれた春日老人にまで世間で取り沙汰されているような考えを持っていられるのかと思うと彼はあたかも。 シーザーが刺される時にあたって「ブルタスお前もか」といったその気持ちに似たものを感じてつくづく情けなくなった「御前様のお惜しみ遊ばすのもごもっともでござりまするが講爵様のお機嫌を存じますることは誠にはやごためでござりまするであのお方を怒らせ申したために潰れました会社もたくさんござりますやに聞いておりまする」 ことにこの際でございますので、どうか私めの申すことをお聞きに下さりまして一刻も早く皇爵様のお手元にお差し出しくださいまするよ。う。老獣は松坂の沈黙したのに上じて不況をこうむるのは覚悟の前ではあるが、しかしそれを恐れはばかるようにおどおどしながら一生懸命に。 あまりに予期しない言葉だったので半ば上の空で聞き流していた松坂はふと「一体彼はただ世情の風評を聞いていちずに自分が名画を隠したように思い込んでいるのだろうかそれとも他に何か彼にこう信じさせる事実でもあるのかと考えついたので静かに」 彼を制しながら聞いた。お前の言うことは少しもわからんが一体お前は何か理由があってそんなことを言うのか午前様彼は情けなそうに松坂の顔を見上げたお隠し遊ばしてもダメでござりまするあの晩野中に午前様が広間から絵を 下にお運びになりまするの？私は見ておりましてございまする。はい。何。松坂はいよいよ茹でて意外に極まる。粕谷老人の言葉に驚きの目を見張った。はい。老羊はすっかり覚悟を決めたように。こうなれば。 何もかも申し上げまする。私はあの晩に、午前様が広間からあの絵をお運びになるところを、すっかり見ておりました。その時には、御前様が午前様のものをお片付けになりまするのでございますから、別に対して不審とも存じませんでございましたが、その欲張 せがれ目が絵が噴出し,していると青くなりまして騒ぎましたときに御前様もご一緒に決装を変えてお騒ぎになりましたのでまことに不思議に存じておりました次第でござりまする老人の言うところはジョリー誠然としていて真実表にあふれ決して嘘を言っているとは思えなかった。 しからば彼が主人と見たのは一体誰か松坂は意外のあまりすぐ頭が働かなかったと突然荒々しく扉が開いて諸星の一人が顔色を変えて飛び込んできた粕谷さんだ大変ですすぐ来てくださいカスヤ老人は、 ししょののげさな態度をたしななたたををめるようににらみながらが、やがちっとててへや彼は、たび部屋にはってししていた。しかし別に取り乱した様子もなくはっきりした声で松坂に報告した。ご前様 せがれの重松が何者かに殺されましたそうでござりまする4。老執事の意外な報告に我が耳を疑うように問い返した松坂は、彼から返事を聞くことができなかった。というのは扉が開いて二人の男が、 つかつかと彼のそばに来たからであるいやあ一人の男はいきなり声をかけたがそれは思いがけなくも松坂の親友の山木助作だった彼は今度の事件について親身になって心配してくれていたのだった山木はすぐに言葉を続けたまったく偶然なのだ今晩宴会があってね つい遅くなったの帰り道自分で自動車を飛ばしたんだが山の下を通り過ぎるとパチパチという変な音を聞いたんだびっくりして前の方を見ると一人の男が一惨に逃げ出していく自動車のヘッドライトに照らし出されたところには一人の男が倒れているではないか急停車して降りてみると君その倒れている男が驚くじゃないか 重松君なんだ一発で胸元を射抜かれてもう息は絶えているんだあまりのことにぼうぜんとしていると降りよく一台のタクシーが走ってきてピタリと止まったが中から降りてきたのがこの方でね警察署へ知らせることから万事助けていただいたというわけなのだ一息に話を済ますと八巻は傍らの人を指したので松坂は 初めてつくづくづその人を見た。がなんという奇怪な人相の男だろう彼は人並みよりよほど背が低かったが顔はまた人並み外れて大きかったそれに西洋人のように先の曲がった鼻がまたすばらしく大きく赤黒い顔の大部分を占領しているかと思われまるで妖魔のような男だった部屋ののであるのに、 ボーイスカウトの持つようなミリタリー意見を大切そうに抱えているのが、すごいうちにもなんとなく滑稽味を添えていた。私も偶然通り合わせましたな。殺された人がこのお屋敷の人だということが興味を持ったと言っちゃ悪いですが、何も縁だと思いましたな。ちょっとお邪魔に上がりましたよ。そう言いながら彼は名刺を差し出したが、それには、 手塚龍太と印刷されていた松坂は一目見た瞬間からこの男がひどく気に入らなかった初めての家へ押し太くつかつか入ってきた態度も慣れ慣れしく心安く話しかける言葉つきもなんとなくゲスであながち要望に左右されるのではないのだが油断のならぬ得体の知れぬ男と思われてこんな男を連れ込んできた山巻に対しても少し不平だった しかし無論八巻といえども喜んで連れ込んだのでないことは彼の態度でよく分かってはいた死体は警官の保管に任してきたが山木はまた話し出した死体のそばにはボッチチェリの「春の模写」らしい大きな額が一つ落ちていたがあれは君が今度持って帰ったものじゃないかえっボッチチェリの松坂は意外に思いながら、 詳しくしその絵の模様を聞くと確かに彼が持って帰ったコレクションのうちのものだがしかしその絵は横浜の保税倉庫の中にあるはずなのであったボッチチェリの「春の絵」というのは裸体半裸体の女神たちが春の林間に遊び戯れている絵でかつてこの絵の版画が日本に持ち帰られた時に税管理が 春の絵を春画と誤解して輸入を禁止したという笑い話のある有名な絵でこの模写は松坂がパリの素人下宿の一室で3ヶ月間眺め暮らしていよいよ引き上げる時に譲り受けたもので彼には印象の深いものであった字幕が読み切れないうちに消えてしまう映画を見ているようにそれからそれへと事件が展開して説明のつかないうちにまた次の機械な出来事が現れるので 松坂の頭はすっかり混乱してしまって何が何やらわからなくなり何か言いたいのではあるが黙り込んでいるより仕方がないというふうにいたずらに乾いた唇をなめていたのだった殺されてていいいたた方の部屋を見せていただけないでしょうか。重苦しい沈黙を破って突然、異様な要望の持ち主手塚が言った意外な一言である。 さっきから彼に好感を持っていなかった松坂はすぐに答えたそれはお断りします。迷惑千万な。是非見ていただきとお存じます。と、またもや意外な言葉が悲痛な顔をして突っ立っていた和也老人の口から漏れ出た老羊は我が子の非号のサインを聞いてすぐにも駆けつけたかったのであるが主人の許しを得なければ いにどこへもでかける老人ではないところがあいにく冬の来客のために許しを請う暇もなく松坂の方でも許しを与えるのをつい忘れていたので彼は宣告から思想そのもののような顔をして黙って来客たちの会話を聞いていたのだったが今はもう耐えきれないというふうに雄弁にしゃべりだしたぜひせがれの部屋を見ていただきまするせがれは。 今夜は確かに部屋におりまして、外出は致さぬはずでござります。いつの間にどうして賛同したまで参りまして、やら不審に耐えぬのでござりまする。部屋に何か変わったことがございます。かもしれません。老人がこう言い出したので、松坂ももはや仕方がなかったので、手塚の混じっていることはいやだったが、一同で重松の部屋へ行くことにした。 重松の部屋は開花の裏庭に面した角の一室だった春日老人は不吉な予感を持ちながら扉をさっと開けたが中は刺して取り乱した跡もなく格別変わったことはなかった重松の姿は無論見えなかった手塚は何を思ったかつかつかと不遠慮に部屋の中に入って 目をものすごくぐるぐると回転させたが彼は机の上から一枚の紙切れを取り上げた「外国から来た電報だが手塚はつぶやいた」「ベルリンから来たものだ」「ところが電文はただ一文字「ベルリン」とあるばかりだ「ベルリンから来た電報に「ベルリン」という電文はおかしいこう独り言のようにつぶやくと 彼は伝聞を彼の傍若無人の態度にあっけにとられている人々の前に差し出した。この電報について。何かお心当たりのことがありますか？ない。返事しないわけにもいかぬので、松坂はしぶしぶ答えた。私も一向を存じません。粕谷老人もしぶしぶ答えた。手塚は返事を半分聞き流して。 またもや鋭く目を動かしてつかつかと壁際によって耳を押しつけながらコツコツと手当たり次第に叩き回ったあまりのことに松坂はもはや辛抱がならなかった言葉鋭く無礼をとがめようとした途端に手塚の押した壁がグラグラと動いたのであっと驚いて出しかけた言葉をグッと飲み込んだ「じゃの道は蛇でな」手塚は 大きな花をうごめかしながら、こんな仕掛けは処方だて。<laughs> ご主人の留守中にちょっとこんな隠し場所を作ったのらしいが、あて、中に何が入ってるのか知らんて。手塚はこう肉肉しくつぶやきながら手を少し動かすと、壁は一見ばかりガラリと回転して、そこに大きな秘密おし入れが現れたが。 そこには油絵の額面らしいものが2枚立てかけてあった松坂はさっと顔色を変えたしかし彼以上に驚愕したのはカスヤ老人だった彼はふらふらとして倒れそうになったのをようやく踏み応えたのだった松坂は忙しく2枚の油絵を見回したがニュールンベルクの名画はそのうちに見当たらなかった 1一枚はルーベンが彼の美しい妻を描いた絵の模写1枚はレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐これも同じく模写だったがこの2枚はいずれもまさしく彼が補税倉庫に預けてあったものだったここれは予期したニュールンベルクの名画がなかったのでいささか張り合いは抜けたが 横浜の倉庫にあるべきこの2枚の絵がこんなところに隠してあったのには松坂は二の句が告げなかったまだ驚くことがありそうじゃ。一同があぜんとしている間にじっと耳を澄ましていた手塚は何か物音を聞きつけたらしくきっと押し入れの天井を見上げながら言い放った松坂をはじめ一同は もう手塚の無礼を咎める気なのはすっかりなくなっていたそれよりは今は超人的な彼の手腕を信ずるように彼の言葉を聞くとともに言い合わしたように天井を見上げた手塚は素早く机と椅子を積み重ねると軽々と天井によじ登ってしばらくゴソゴソしていたが仕掛けを見破ったと見えて三尺四方ほどの穴を開けた そこから彼は天井裏に入ったがやがて真っ黒な大きな塊を抱えて下へ降りてきた一同は「あっ」と叫んで後ろに飛び去った手塚の抱えてきたのは手足を縛られた一人の男だった人間一人をやすやすと抱えて危なかしい足場を降りてきた手塚の高男ではありながら腕力の優れているのには 一度舌を巻いたあ米田だこわごわ猿靴はをはめられてぐったりしている男の顔をのぞき込んだ松坂は思わず大声に叫んだ男は園庭の米田虎吉だった5 重松の部屋の秘密押し入れの天井裏に縛って放り込んであった男が園庭の米田だったとは松坂があっけに取られていると粕谷老人はふらふらと倒れかかりながら唇を示し示し,し,めしギレギレに叫んだ御前様お許しください絵を絵を買い替え持って降りたのは絵前様でない。せがれじゃ。 せがれでございますやつはやつは小前さまのすがたに化けていたのでございますやつは万一のばをもって御前さまのすがたをしていたそれにわたしがだまされたのでございますそんなたいそれたわるいやつとはいまがいままでぞんじませんでした お許しくださいませ、ご前様お許しここまで苦しげに言い続けた粕谷老人は頭をがっくり垂れるとばったり倒れた松坂と八巻とは驚いて右と左から老羊を抱えて部屋の隅のベッドの上に静かに置いた大丈夫だろうか大丈夫らしい。 2人は心配そうに会話を交わしたその間に手塚は性気づいた米田を尋問していたお前はどうしてこんな目に遭わされたのか。目をキョロキョロさせて辺りを見回していた米田はようやく事情が飲み込めたらしく手塚の顔を見上げながらブルブル震えた彼は手塚を刑事とでも思ったらしいのだった お手数をかけまして申し訳ございません。ええ、実はちょっとしたことから、かずやさんと喧嘩をいたしやして、かくの通りでございます。どういうことで喧嘩をしたのか。それが、その、まことに申し上げにくいのですが、女のことでございまして。黙れ手塚は大声に怒鳴りつけた。 貴様は俺を盲目だと思うか早く本当のことを言え決して嘘は申しませんまったく女のために見かけによらない押しの太いやつだまっすぐに言わると承知せぬぞ手塚は米田の腕を取ってねじ上げた彼の怪力にねじ上げられて米田はうーんと苦しそうにうなったが 歯を食いしばって口を開こうとしなかった強情のやつだよし言わないなら言わないでよし俺にも考えがある手塚はものすごく言い放ったが松坂の方を向いてこの男の部屋はどこですか案内してください庭の隅の小屋の中です松坂はもう逆らわなかった 彼は得体の知れない手塚という男の会話にすっかり征服されてしまったのだった手塚は片腕でしっかり米田をひっつかみながら松坂と八巻の後に従った例のものすごい鋭い目で米田の部屋をぐるりと見渡した手塚は米田をらえていた手を離すとゆったりした歩調で部屋の中を歩き回った部屋の中のものを 片っ端から調べ出した。やがて彼はきっとタンスを睨んだが何と思ったか軽々と一方へずらすとたちまち畳を上げた「あっ!」という叫び声はガタガタ震えていた米田の口から漏れたのだったがそれと同時に床板を上げた手塚は床下から小さい真っ黒な 木切れののようなものを取り出したあそれは今度は松坂が叫んだその小さな木切れは紛れもないニュルンベルクの名画の額縁の一部分だった噴出した絵の縁の切れ端と見えますな手塚は松坂の方を見てニヤリと笑ったがご覧なさい 今度のの事件を解く鍵はこの切しかしそう言いながら彼は木切れの両端を持って左右に引いたが木切れはもろくも2つに割れてポロリと落ちたのは嫁にも眩しいように光る美しい石おお一同の口からは着せずして驚きの声が出たが中にも米田は慌てて逃げ出そうとして たちまちま手塚に引き据えられたこののダイヤモンドはどうしたのだ。手塚は叱るように聞いたが米田はただうなだれただけで答えようとしない答えられないかよしでは俺が代わって言ってやろう貴様は千番ニュールンベルクの名画が紛失した時翌朝早く庭の隅でめちゃめちゃに壊された額縁を見つけたが ふとその中に光っているダイヤモンドを見いだして欲しくなり宝石の入っていた部分の縁だけをこうして床の下に隠し残りは焼いてしまったのだろうそれから今晩はかねて粕谷が税関から絵を取り出すのを知ってその額の中にも宝石が隠されていると見込みをつけて粕谷の部屋に忍び込みあべこべにあんな目に遭わされたのだろう そその通りでございます超人的な名殺に驚いたか米田はさっと恐怖の表情を浮かべながら平蜘蛛のように恐れ入ったはてな恐縮している米田を尻目にかけて手塚はダイヤモンドをためつすがめつ見入っていたがこのダイヤモンドの切り口はよほど古い。 数世紀以前のものだ。おかしい。手塚はしばらく腕を組んでいたが、山木の方を向いた。先刻、ぼっちちえりとかいう名が出ましたね。あれは、頭文字は B ですか、V ですか。B です。出し抜けの疑問に面食らいながら、山木は答えた。そうですか。 少し分かりかけてきたような気がするぞ手塚は独り言のように言いながらまた松坂の方を向いてとにかく額縁から出てきたダイヤモンドはよほど古いものですことによったらこの絵の持ち主の先祖が隠しておいたのかもしれませんえ<っ>松坂は飛び上がるように驚いた彼の頭には この絵を買った時の光景があり、ありと浮かんできた。ニュールンベルクの汚らしい。裏長屋に貧しい生活をしている。老いたるカフと青白い。栄養不良のひからびたような。その娘。カフは隠しきれない。喜びの色を浮かべながらも、先祖伝来のものを金に変える罪を神に射していた。そのいじらしい姿が今でも目に見えるようである。 その時に買い取った絵の縁に先祖の一人が高価な宝石を秘め隠しておいたとするとそれは松坂の全然知らないことではあったがなんとなくあの二人に対してすまないことをしたような気がするのだったそれに返してやるにしても名も番地も知っていないのだ私の考えでは今度の事件はこうですよ手塚は 松坂の感傷的な追憶などは一向お構いなしにニヤニヤする薄笑いを隠しながら話し続けるのだったニュールンベルクの名画の中にこういうものが隠されているということを粕谷重松はどういう手段だかわからないがとにかく知ったのですなそこで彼はゆるゆるそれを取り出そうと思っていたところ公釈契使い物になることになったので。 彼は慌ててその晩絵を開花の自分の部屋に持ち込んだのですその時に彼はもし誰かに見られた場合に怪しまれぬように巧みにご主人公に変装していたらしいことは先刻父の老人が申した通りですさて彼は縁から宝石を取り出して絵を元のところに返すつもりだったところここに一つの手違いを生じたのは ちょうどその夜一人のくせ者が屋敷に忍び込んで重松の部屋からニュールンベルクの名画を横取りしたのです彼は多分松坂さんの反対派に頼まれた男で公釈との約束を履行することを妨げて松坂さんを窮地に陥れようとしたものでしょう彼が重松の仲間でないことは宝石のことは少しも知らないで額縁を破棄していったことでわかります 〈その淵をここにいる米田が拾ったことは先刻彼が白状したとおりです〉〈こういうわけで重松は重松で自分の不利を隠すために名画を一旦自分の部屋に持ち込んでそれから盗まれたことはお首にも出さず米田は米田でくせ者の落のとしていった淵を焼いてしまいましたから少しも手がかりがなくなってあたかも名画が戸締まりのしてある部屋の中で ガス体になって発散してしまったように思われたのです世の中の一見不可解のような事件は多くこれに類したもので調べてみると案外くだらぬことが多いところで今夜重松を殺した男は多分ニュールンベルクの名画を盗み出したやつと同一人でしょう彼は執拗にもまた重松の持っている絵を奪おうとして強行に及んだものの ささんが自動車ででで合わせたので果たたのの果ずに逃げたのでしょうこの男については私は少し心当たりがありますから警察署に申し出て一刻も早く捕まるようにしましょう数日の間、ご利夢中に奉公して何の短所も得なかった怪事件を怪答一斉たちまち片付けてしまった手塚龍太は祖母何者だろう。 松坂は、彼の容易な総合を凝視して、ただ驚くばかりだった。あまり長くなるので、できるだけ簡単に結末を述べるが、犯人は間もなく捕捕せられ、事件は手塚が神のごとくに推理したことに寸分たがわず解決した。松坂は感謝のあまり手塚に巨額の謝礼を出そうとしたが、 彼は首を振って受け取らずその代わりに松坂が欧州から持って帰った絵のうち23枚をもらい受けることになった松坂鶴介は手塚を清廉の死として激唱したが手塚の人格について少しおなじみの読者諸君は必ずそこには何か彼の悪だくみのあることを察知せられたであろう事実は全くその通りで。 彼がこの事件について後にある人に語ったところは次のようだったニューロンベルクの名画事件か俺はあの事件がやかましく新聞に書かれた時に何か違和感がありそうだと探ってみる気になって税関の方を調べてみるとその後23回にわたって松坂の名で補税倉庫の絵を23枚取り出しているのだことによったら 額縁になかかいれて、てをたのではないかと思いついつた。と、電光のように頭に浮かんだのは当時より半年ばかり以前にオランダである富豪から多くの宝石を奪った日本人が幕についたが盗んだ宝石はどこに隠したか身につけていなかったというナウエン無ンだったで俺は税関を警戒しているとまた絵を持ち出して 夜中に運ぶやつがあった。それがつまり春日重松だったので俺は偶然に山の下を通りかかったのではない重松の後をつけたのでそれだからやつを殺した男の顔も見たのさタキシで後から駆けつけたように見せたのは全くごまかす手段だった松坂邸へ乗り込んでいくとトントン拍子に推測が当たったが ニュールンベルクの名画の縁から出たダイヤモンドが恐ろしく時代の古い上にどう見ても最初からあの縁に入っていたとしか思えないので密輸入だと考えていた俺の考えは少しぐらついたダイヤモンドはどうしても数百年来その縁の中に入っていたものにそういないとするとカスヤがそのことを知っていたのもおかしい知らないとすると絵を盗むわけがない で、俺もちょっと困惑したが、ふと思いついたのは、名画の縁から宝石が出たのは全く偶然で、他の絵に盗んだ宝石が隠してあるのではないかということだ。現に重松も他の絵を秘密裏に税関から取り出しているではないか。そこで問題は、例のベルリンから来たベルリンという伝文だ。あれは、 ベルリンにいる重松の仲間からのもので何かの知らせに相違ないそこで気がついたのが松坂の盗んだ絵の作者の名さボッチチェリの頭文字が B ルーベンが R レオナルド・ダ・ヴィンチが L ニュールンベルクの名画が N どうだみんなベルリンという伝文に当てはまるだろう 思うに殺された重松という男は子細の聞くやつでこっちから送ったのかまた向こうにいるやつを手なずけたがとにかくよくないやつと一緒になって密輸入を企てたんだねもっとも宝石を盗むことまで指図し,したかどうか疑問だがね額縁に入れよと言ったのは確かに彼だところが ここに彼が致命的な失敗をしたのは「ベルリン」という伝文を解き損なったことだこの伝文は確かに宝石の隠されている絵を示しているのだからねところがベルリンにいる彼の仲間は彼の考えるほど利口なやつではなく作者の頭文字を綴るなんてそんな気の利いたことはできないのだカスヤはつまり、 自分の知恵に倒れたのだね。ニュールンベルクの名画には偶然ダイヤモンドが入っていたが、これは彼の手には渡らなかったし、その他、ルーベンにしても、ボッチチェリにしても、宝石なんか人影も入ってやしない。で、つまり、カスヤは、哀れにも伝文を解き違えて、ニュールンベルクの名画などを盗み出し、そのために、 殺されるような運命を招いたのだ。では、伝文はどういう意味かというと、なんのことはない、その通りさ。ベルリンはベルリンのことで、つまり、ベルリンから直接発想した絵の中に隠してあるということさ。シンプルな頭のやつのことは、シンプルに考えなくてはだめだ。松坂は、 都合で四五枚くだらない絵を直接に横浜まで送っていた。で、その絵はというと、お礼だというので、俺が頂戴したよ。